はい、どうも、吉谷です。今回のテーマはですね、魔法の言葉になります。はい、これはですね、マスターマインドセミナー、まあ、今ハロウィンキャンペーンで、公開している、マスターマインドセミナーをやったんですけど、そこでもちょっとお話ししたことになります。はい、で魔法の言葉って何かっていうと、ほとんどの人が使ってるかどうかは別として、思考ですね。どういう言葉の思考を使ってるのかっていうと、例えば安いから買うとか、お金がないからできないとか、時間がないからできないとか、自信がないからできないっていう、何々だからで何々、何々だから何々っていうような思考なんですね。うまくいかない人っていうのはほとんど何々だから何々みたいな。要はこれってどういうことっていうか、どういうことかっていうと、自分の現実社会を元にして現実を生み出してるんです。だから現実イコール現実なんですね。もう一度言います。結構大事なんで、現実イコール現実、まあ当たり前やんけって話なんですよ。だけどじゃあ今のこの現実の世界、今の現実を変えたいと思ってるわけじゃないですか。収入を変えたいだったりとか、成功したいとか、そのここにあるものって今の現実とはかけ離れてません。例えば、オンボロアパートに住んでます。じゃあ将来高層マンションすげえお金持ちになってマンションに住みたいっていう、こっちの未来世界っていうのは自分の今の現実とかけ離れてますよね。例えば借金がめちゃめちゃあるっていう現実があるじゃないですか。でもこっちのタワーマンションめちゃめちゃ住みたい、もしくは高級の車乗りたい、でも現実はなんだ、借金抱えて大変な状態だったりとかするわけじゃないですか。じゃあこの現実イコール現実で物事を考えてると、いつまでたっても自分の現実のテリトリーの中なんですよ。だからこのテリトリー、自分の現実のテリトリーを抜け出してこっちの世界に行くためには、現実イコール現実っていう思考から抜け出さないとこっちには行けないんですよ。ですよね。だって現実イコール現実、当たり前の思考なんですよこれ。当たり前の思考だから、みんな当たり前のように日常を過ごして、当たり前のような普通な人生を過ごすんですよ。何も変わらないって。今年も2017年、もう終わりますけど、その現実イコール現実っていう思考がある。もしくは言葉を使ってる。時間がないからできないとか、自信がないからできないとか、お金がないからできないとか、いろいろあると思うんですけど。じゃなくて、うまくいってる人ってどういうことかっていうと、お金がないけどやるとか、時間がないけれどやる、自信がないけどやるなんですよ。うまくいく人っていうのは。これって今の現実は、じゃあ例えば自信がありませんと、今の現実は自信がない、不安ですっていう現実だけどやるなんですよ。だから反比例してるんですね。自信がないけどやるっていう。でほとんどこれ普通に考えてそうなんですけど、成功してる人って普通のことやってないんですよ。じゃあ逆算から考えたとしても、じゃあうまくいってる人とか成功してる人たちって普通のことやってます。じゃあ、成功してる人たちってなんか会社に出社して、手取り20万とかのね仕事をやってる人たちが成功してますかって話じゃないですか。成功してる人たちっていうのは普通の人とは違うことをやってるから成功してるんですよね。ですよね。だからこことここが反比例しないといけないんですよ。これはね、投資の世界でもあるんですけど、大衆の逆を行けって、これすごく有名な言葉です。大衆の心理の逆を行けと、これねすごく有名な話があります。ちょっと調べていいですか。確かね、大衆の逆、投資、靴、多分靴売りの人なんですよね。大衆の逆と、多分ね靴を売ってるなんかは誰かが言ったんですよね。すみません、出てくるかな。
どっかで何かで僕聞いた話があるんですけど、なんかそのすいません、ちょっと今出てこないですけど、まあそういう話があります。要は同じことやってたらもう儲かんないわけじゃないですか。儲ける人っていうのはバッて行った時にバッてやるからバッていくわけじゃないですか。ですよね。同じことやってたら同じように負けるわけですよ。だから投資っていうのは勝ちか負け、負けてる人もいれば勝ってる人もいて、この勝ってる人と負けてる人が反比例なんですよ、やってることが。そうじゃないですか。勝ってる人と負けてる人がやってることって反比例なんですよ。だからこれは実は思考も反比例にしないとダメなんですよ。時間がないからできないじゃなくて、時間がないけどやるっていう、じゃあこのやるためにはどうすればいいのかとか、じゃあ自信がないけどやる、じゃあ自信がなくてやれるためにはどうすればいいのかって話ですよね。でそうするとここっていうのは現実じゃないですよ。自信がないから普通だったら、自信がないからやらないとできないじゃないですか。これが普通の思考です、プロセスだけど、それをやってたら今の現実なんです。わかります？だって現実イコール現実ですから、現実イコール現実、現実イコール現実からどうやって新しい、ね、現実を作り出すのかって話じゃないですか。だから現実イコール、非現実をこの思考というかね、使う言葉もそうなんですけど、これをやっていかないと、新しい現実を作り出すことはかなり難しいと思います。だほとんどの人が多分ね、うまく抜け出せない人っていうのは多分この思考があるんじゃないかなと思います。現実イコール現実っていう思考プロセスがあるから、今の現実をずっと作り出すと、何も変わらない現実を作り出してると。で何も変わらない現実を作り出してる理由は、現実イコール現実だから今の現実しか作れないってことです。まあ現実イコール非現実、ここをやっていかないといけないですよ。で例えば、まあ、新しいことをやるとするじゃないですか。でこの新しいことって、今じゃあ働いてる会社で、ずっと働いてたら、まあまあじゃあ新入社員として入りました、新入社員として入りました、でそこの会社の給料は手取り20万ですと、で昇給しても何万かもう決まってますと。じゃあそういう現実があるとするじゃないですか。新入社員で入りました、で、20万ぐらいの給料で現実でそれで生きてます。でじゃあこっから抜け出したいってなった場合は、20万以上の収入を得ないといけないわけですよね。じゃあこれいろんな方法があって、まずこの現実から抜け出す方法ってすごく簡単で、めちゃめちゃ簡単な方法あるんですよ。新入社員で入りました、手取り20万っていう会社に勤めました、でも手取り20万じゃちょっときついと、もっと収入を高くしたい、成功したいってなった場合、一番簡単な方法っていうのは、この現実を変えることなんですよ。どういうことかっていうと、単純に会社を辞めて転職すればいいわけじゃないですか。もっと給料がいいところを探して転職すればいいわけじゃないですか。だけどほとんどの人はそういうことをせずに、自分の現実の中で現実を言うんですよ。もう一度言いますね。この現実の中で現実を言ってるんですよ。どういうことかっていうと、例えばじゃあ20万の給料で少ないなっていう現実があるじゃないですか。じゃあその現実に対して、なんだこの会社、全然給料も上がらないし中身ダメだなっていう現実を言うんですよ。もう一度言いますね。給料少ないっていう現実があるじゃないですか。で金曜日とかに、なんだこの会社と、全然ダメだねと、もうあの部下が、あの上司がもう全然ダメだっていう愚痴っていう、その今社内で起こってる現実を言うんですよ。給料の現実、社内で起こってる現実、現実イコール現実ですよね。だこれで変わるわけないじゃないですか。変わるわけがないですよ。だから何かを変えたいと思うんであるならば、この本当に現実イコール何にするのかっていう、このプロセス、思考のプロセスが非常に重要です。でここを気づいてマスターしないと、いつまでたっても抜け出せないと思いますよ。今年2017年ももう終わりますけども、2018、2019とどんどん時間は過ぎていくわけです。でもほとんどの人が現実イコール現実しか見えてない。でなんでこの現実イコール現実になってしまうのか、その理由は簡単で、目に見えてるんですよ、現実っていうのは。
現実っていうのは目に見えてるし体感してるんで、目に見えてる体感してることって信じれるじゃないですか。給料が少ないってことを信じれるというか、当たり給料明細来るんで見れるし、それが現実として入ってきてるので、この現実は信じれるというかね、それがまあ疑いようがない事実じゃないですか、うん、だから事実から事実を作ってるんですよね。事実から事実、わかります。でもここのなんだ、稼げるかどうかわからないけど、例えば新規事業、会社の新規事業もそうじゃないですか。会社が大きくなる時って必ず新規事業とか新しいこととか M&A とかやってるじゃないですか。まあ楽天とかもね、保険始めたりとかね、いろいろやってますよ。なんかあとなんか FX とか DMM もね、 DMM さんも最初はアダルトの会社だったわけですよ。アダルトの DVD とかね、ビデオっていうのを売ってたわけですよ。でも今 DMFX とかめっちゃ有名じゃないですか。渋谷とか行くと DMMFX とか ね、あとはゲーム、まあ今 DMM はゲームがめちゃめちゃ儲かってるらしいんですけど、まあ私最初はアダルトだったけど、いろんな新規事業を立ち上げて、それが当たってでかくなったわけですよね。だけどこの新規事業をやるときって、最初アダルトだったわけじゃないですか、 DMM さんの場合はね。でも新しい、じゃあ FX って関係ありますかって話じゃないですか。このアダルトって全く関係ないですよね。未知の世界ですよね。しかもライバルめっちゃいるわけじゃないですか、 FX ね。その中でやって成功するのかどうかわからないじゃないですか。現実はアダルトの会社なんですよ。その時の現実は、立ち上げ当初はアダルトの会社ですよ。 DVD とかね、ビデオとか売ってる、まあ、男性の方だったら知ってるかもしれないですけど、でこっちって未知の世界じゃないですか。もう本当にここ行って当たんのかって分かんないですけど、でも結果論を言うとそれが当たってるわけじゃないですか。もちろんこれは結果論なんで、今の現実を見たら当たったねって話ですけども、まあ、結論これはここにチャレンジしないと今の未来はないわけですよ。今を見ると結果的には当たってるかもしれないけど、でも過去をたどると、過去の状態の時こっちにチャレンジした時っていうのは、ここっていうのは非現実なわけですよ。だって今までやってきたことって全く反映することじゃないですか。じゃあこれをやったところで当たるのっていうところで、多分まあいろいろ、僕はね DMM さんの会社に働いたことがないと分かんないですけど、多分いろいろな会議とかもあったと思いますよ。それ本当大丈夫みたいな。だけど行ったっていうのは、その新しいことやんないと大きくならないよねと、未来変わんないよねと、会社でかくなんないよねってことで新規事業にこう行ってるわけじゃないですか。で時代はどんどん変わっていくわけですよ。だから時代の流れに応じても新規事業とかもやっていかないといけないだろうし、だからそうやって会社も大きくなってるわけですよ、うん、これがまあ、普通に会社と会社のその現実、なんか一般的な成長のプロセスを見ても一緒だと思うんですけど、だこれは個人に置き換えても一緒であって、何かもう自分で人生を変えたいと思うんだったら、もう本当に現実イコール現実、事実イコール事実っていうところから抜け出さないとこっちにはいけないです、うん、なんでもし今の、まあ、2017年もうちょっと終わりますけれども、今を変えたいと思うんだならば、新しいことにやっぱチャレンジしていかないといけないし、新しいことをチャレンジするためには、このチャレンジするためのこの思考のプロセスですよね、これを変えていかないと本当にこっちに行けないんですよ。で話を戻すと、行けない人っていうのはどういうふうに思考が動いてるかっていうと、時間がないからできない、お金がないからできない、自信がないからできない、うん、何か丸々だからできない、丸々だから、丸々だから無理とかね、こういう考え方なんですよ、うん、だけどうまくいく人っていうのは、まあ確かに今はこうだけどもやるみたいな、確かに今はこうだけどやるみたいな、これなんですよ。今はこうだけどやるみたいな、だからこれはですね、なんだろうな、まあ投資でも言ったと思うんですけど、その大衆の逆を行くじゃないですけど、勝ってる人は負けてる人の逆を言ってるわけなんですよね、うん、だからここをね本当に自分が当たり前だよって思ってきたことのベースを変えないとダメなんですよ、うん、まあ、これはじゃあどうやって吉永さん変えていけばいいのかっていうところなんですけど、これはもうもちろん勉強したりとかいろいろやらないといけないんですけど、まあ、今回のね一応稼ぐマスターマインド、ここで
セミナーでいろいろ言ってますんで、これ勉強していただきたいなと思います。うん。これ本当にね、僕、今年最後のセミナーってことで、1億稼ぐマスターマインドセミナーをやったんですけど、森くんの話がすごく良かったし、まあ、僕もね、マインドセミナー言うてるんで、マインドの話、こういう話とかもかなり掘ってお話ししたんですけど、うん、まあぜひですね、これはちょっと手に入れて、今年最後、勉強していただきたいなと思います。まああとはですね、電子書籍の、やつの話もしてます。はい。なんで、これもぜひ聞いてほしいなと思います。あとは、スペシャルボーナスとして、3年で1億3800万稼いだ人、これな、まあこれ久保さんなんですけど、こう久保さんがなんで3年で1億3800万稼げたのかっていうのを僕なりに分解して、これなんでなのかっていうところを解き明かしたものをスペシャルボーナスとして今回つけてますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい。ではですね、この YouTube の下にリンク入れておいてますので、ハロウィンコンプリートボックスですね、そちらクリックして、今のうちに買っておいてください。もうこのハロウィンコンプリートボックスは2017年ハロウィンコンプリートボックスはこれだけですから、これで終わりです。もう今後販売しません、この価格とこのセット内容で、はい、で吉田さんとお金がないんですとまあ今回もまたリーズナブルですよ。僕毎回セミナーやると5000円でやってるんですよ。セミナーやってると5000円でやってるんですけど、今回ね、10月に開催された2つのセミナーが入ってます。つまり普通にセミナー参加すると参加費だけで1万円です。でプラスそこに交通費も加算されるので、2つのセミナーの中身を見るためには5000円の参加費と、あとは交通費を払ってこないといけないんです。だけど今回2つのセミナー映像、新しいですね、まだ世に出てない新しい新商品、映像プラスあとなんだ、スペシャルボーナスもついて6990円、これめちゃめちゃ安いと思うんですよね、はい、これを手に入れなかったら何を手に入れるんだというところでございますけど、まあ吉田さん、いや6990円も高くて無理なんです。わかりました。まあ今回ですね、すごくおすすめな本もあります。無料セミナーです。あ、無料セミナー、無料の本です。でこの無料の本っていうのが、僕がいつも教えてるその、僕情報商材完全バイブルっていう本出してますけど、情報コンテンツをどういうふうに売っていくのかっていう本を出してるんですね。で今回新刊で出た本があって、それがアメリカの人、そもそもそのマーケターっていうかね、マーケティングっていうのは海外から降りてきてますから、その海外の本場の人で、そのデジタルコンテンツを作って自分の知識だったり経験だったり情熱をどうやってお金に変えるのか、そのやり方はどうすればいいのかっていう本が出ました、新刊で。で新刊で出たんで無料キャンペーンもやってます。これ無料で今手に入れられるんで、これはね絶対手に入れといた方がいいと思いますよ。本当に僕の本は1990円ですかね。はい、僕の本も買っていただきたいですけど、お前の本は怪しいんだ。わかりました。僕は情報商材完全バイブルっていうね、その名前がうさんくさいんで、ちょっと拒否反応する方もいらっしゃるかもしれないですけど、そのアメリカのやつは本場ですから、しかも100億円以上売ってる。どういうふうに売ってきたのか、ね、知識だったり経験だったり情熱をデジタルコンテンツ化して売っていくためにはどうすればいいのかっていうのが書かれてますから、ぜひそちらの無料の本を手に入れて勉強してみてください。はい、ではですね、この YouTube の下にリンク載せておきますので、ご確認いただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。